さらば青春の光、そこに映ってたモズ、もう一発でやられたね。モズになるしかない。現役なんですけど、すでに伝説の人たちっていうことで衝撃を受けたというか、コレクターズとかその当時のモズシーンの人からもっとなんかリアルなロンドンをこう感じてる。さらば青春の光のダンスシーンと同じように、もうタイトなモズスーツ着た連中がモータウンビートに合わせて踊ってるわけですよ。そんなライブハウス見たことないじゃん。モズの人たちの聖地、後にすごいミュージシャンになる人たちがそこにみんな集まってやってた。来月中頃から取り壊しだって、アスベストじゃねえだろうなこれ。加藤君、新宿全部嫌いだったら言ってない？月桂樹のマークのフレットペリーを持ってたのは東京持ってたからでも多分2番目か3番目ぐらいだよ。こういう人っているんだ東京に、行ったらスクーターとかあって、なんかもう衝撃受けちゃって、すごくワクワクしたけど、どうやったらこの中に入れるんだろうってぐらいの敷居の高さ。どんだけ成功するかっていう、それが一番だったから、やっぱりこのシーンにずっと残ってるわけにはいかないな。永遠に新宿ジャムにいるわけにいかないからね俺らも。ジャムっていうのは異空間なんだよ。そこの階段は本当にマジな話、俺にとってタイムマシンの入り口だったんだよ。